その後、野球に挑戦したりといったようなところで非常にあの、まあ、肩の強さを、示しておりましたので、まあ、村上くんも、野球出身ということもあります。ぜひ、目指してもらいたいその記録ですね。野球やってたから天然でやろうかな。槍の受け方には主催のカメラマンも集まってまいりました。競技時間が少々遅れます。お待ちください。男子やり投げ決勝は競技時間が少々遅れます。お待ちください。正面スタート前では男子の三段跳び決勝